どううも、もこうちゃんですすさあ、本日も高校野球語っていいいきたいと思います仙台育英か成功学院かさあこの勝負どちらが勝ったのかということでえー、っとですね甲子園そう選抜ですよその選抜に行くために大事なこの一戦ということでねどちらにとっても高い壁ということでこの試合を勝った方が 選抜甲子園にググッと近づくというね大事な一戦宮城県福島県を代表するリードしてきたこの両雄の対決一体どっちが勝ったんだいということでね非常に紅茶もですね気になってた試合ピックアップゲームでございましたなんとですねまあなんというかこの試合結果的にはですねえー、っとですね 3対2で聖光学院が勝ちました。はい、ということでねなんかねこのゲームあの違和感というかねあのなんか面白いなというかうーん,なんか変な緊張感の中で始まった、えー、準々決勝でございましたけれども結果的に3対2成功学院勝つということでね、えー、先制したのがですね仙台育英ということで。 2回にです、ね、4番の川尻君が特大のフェンス直撃のスリーベースヒットを打って5番の土屋君がですねピッチャーゴローで倒れてワンアウト三塁回ってきたのが6番の高田君ということでこの高田君ですね、こうちゃんって敵にはもう今後追っていきたいスペシャルな選手だなということで右の長距離砲右の大砲ということでね。あの アップゲームでも何度もこの高田くんのことをねお伝えしてますし、将来性あるバッターだともねあのいうふうに思ってですね押している選手なんですけども、その高田くんにスクイズをさせて、まず1点を先制した仙台育英ということで、このね高田くん でスクイーズで1点をもぎ取って先制点を挙げたというこの,、ね、この試合にかける末さんの思い、えー、気迫そういったものは感じれましたこの1点の取り方ということね、まあ、僕だったら6番の高田君、えー、打力も考えたら普通にワンアウト三塁だったら打たせるなというふうな作戦を取ると思うんですがここをしっかりと高田君スクイーズを決めて1点取ってきたというね、えー、スクイーズでセンセーションな仙台育英ということで。 聖光、えー、学院はですね、えー、大島君というね左のピッチャー、えー、背番号10をつけているピッチャーが先発してですねこの大島君もですね非常に、えー、この試合、えー、クレバーな投球でランナー出してもですねあのー、牽制で、えー、うまくランナーを進めず、えー、釘付けにするようなね、えー、マウンドさばきもありましたし非常にこの回、えー、光っていたなというふうふに思って見てました。 まあ、大島君はですね、秋の県大会、背番号1つけてた投手なんですよね。しかしながら、えー、学校石川戦、まあ、乱調で、えー、少しこう、苦しんで、今大会10番ということで、えエース様菅野君に譲ったわけですけれども、もともとエースをつけていたピッチャーということで、投球、えー、術、えー、含めてですね、好投手ということで見てましたけれども、この試合もですね、池江戦をですね、しっかりと抑え込んだということで、あの、非常にいいピッチングしました。で、 動いたのは、ですねこの5回なんですけど、この間の5回というふうにコーチに言ってるんですけども、この5回、ですねまあ、成功学院さんが追いつくわけなんですけども、この追いつき方っていうのが、ですねここまで、えー、ナイスピッチングを、えー、していたイス君がですね突如、えー、乱れます、えー、フォアボールで、まずは押し出しで1点。 まあ、成功学院が追いつくわけですよね、えー、そしてデッドボールで、えー、逆転ということで、えー、タイムリーゼロで聖光、えー、学院が5回に仙台育英に追追いいつきそして追い越すすわけですこのね椅子、えー、君のランチョプリっていうのがですねちょっと江監督も予想してなかっただろうし見てる、えー、ファンの観客もですね突如乱れたこの回何があったんだというふうに思って見てたと思うんですけども本当に突如乱れたというね。 まあ、その、えー、フォアボールとデッドボールのシーンもですね、あのーフ、フォアボールの押し出しの至急で同点に追いついた場面っていうのは、やっぱりボール、ちょっと高めだったんですけど、まあ、際どいボール。うん。まあ、完璧に外れてるボールではなくて、際どいボール。そして、えー、デッドボールを与えた場面で、えー、逆転されたんですけども、あそこはですね、3番バッターの聖光、えー、学院の菊池くんがですね、えー、バッターボックスに立っていて、で、当たった場所があったのはインコースの ちょっと近めのボールだったんですが、まあ、そこもですねしっかりと攻めた結果が、えーまああのー、デッドボールにつながって、えー、逆転を許してしまったとっいうようなところなんですけども、あのー、別に、あのー、マイナスに捉えることはそんなにしなくてもいいかなというぐらいの、えー、シーンでございましたね、えー、そして、本的にボールでもあったし攻めた結果ということで、まあ、結局、仙台育英が2対1とここの回、えー、逆転されて。 まあそのままですねズル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 と 2−1 のままで、ねえー、行くわけですけれども、まあ、8回にですねこれまたね試合が動きまして聖光学院が4番の遠藤君のところを代打で、えー、鈴木君が出てくるわけですねノア、えー、と1・2塁の場面でした。ということはこの鈴木君は100%送りバントだと送りバントでワンアウトに3塁進めるんだなという代打だなというふうに見てましたがなんとですね2塁ランナーがね すするわけですよここで斎藤監督仕掛けてきたなと思ったんですけどもここもしかしたらバントのサインを勘違いして二塁ランナーが三塁に走ったのかそれとも斎藤監督がスチールをかけて三塁に走ったのかといったところはちょっと分かんないんですけどもここ仕掛けるわけですね斎藤監督が。で結果的に、えー、その三盗を防ごうとした川樹君が三塁に投げたんですがそれが悪送球になって二、えー、塁ランナーが三塁に返ってくるということで3対2 3点が入っってしまったと。この貴重な、えー、1点、えー、誰が見てもこの1点次の1点どちらが取るのかというところで試合が左右されてくるといったところで斎藤監督の仕掛け、えー、そして欲しい欲しい欲しい次の1点3点目を先 学院が奪ったというね、まあ、しかしが仙台育英はそれを防ぎに行ったんですが川尻君が悪送球してしまってまたえー無意味な点数を上げてしまったということですここでちょっと少し士気が下がった仙台育英がということでね、えー、それが3点目のシーンということでこの5回と8回にですね、まあ、ピッチャー側はまあフォアボールとデッドボールで。 無駄なランナーを出してしまった、えー。そして守備側が8回、えー、川尻君が悪送球をしてしまって無駄な失点を上げてしまったと、まあ、結局ですね高田君が9回に、えー、ホームランを打って3対2と1点差にするわけですけども万事休す仙で行く遅かったと、うん、そして聖光、えー、学院がえー タイムリーゼロで、えー、3対2で、えー、勝ったというね、まあ、ヒット聖光、えー、学院は4本仙台育英は9本ということでこのスコアから見てもですね聖光、えー、学院の勝ち方というのはです、ね、神がかり的なところ、えー、そしてあまりこう手放しで喜べないみたいなところはありますけれども勝ちは勝ちということで3対2ということで聖光、えー、学院が勝ちました。 でこのね聖光学院対成功仙台育英の試合対決なんとですね12年ぶりに聖光、えー、学院が仙台育英を破ったというねだから聖光学院にとっては、ね、この仙台育英っていう高校がものすごい高い壁だったなっていうふうに思いましたね、うん、でだに2021年以降勝ってないんですから仙台育英にね、うんでやっぱりその えー、勝ち方、えー、負け方、えー、これについて話しますけれども、まあ、成功にとってはですね、えーまあ、なんていうんですかねこう接して、えー、勝ったみたいな雰囲気もありますけれども、まあ、しっかりと出たランナーを進めて斎藤監督が仕掛け、えー、その仕掛けが、えー、しっかりと点差に結びついた点数に結びついたっていう、まあ、このう先に動いた方が、えー、今回この試合は えー、勝利ととといいいううものがググッと手繰り寄せてきたたなにうう思いましたね一方仙台育英は末監督の最後の談話にはありましたけどもやりたい野球ができなかったというふうに言ってましたねで9本ヒット打ってるんですけども実質、えー、3番4番5番のこのクリーンナップ、えー、これですね1安打ずつの3安打ということで前の試合ですね、えー、ヒット聖愛、えー、戦11本打っている中ね7本がクリーンナップ打ってるんですよ。 とということはこの3、4、5番、調子いいなというふうに前の動画でもこうちゃん、えー、上げさせていただきましたけれども、えー、この試合ですね、なんとですね3 4,、4、5、ヒット3本 3, 3発に抑えられて、なおかつ、えー、高田君6発。 高田くんはホームラン打ったんですけども高田くんも高田くんの前にランナーをしっかりと出さなかったっていうねだからそこがやっぱり大島くんのクレバーの投球そして後投が光ったっていう風なことが一番だなというふうに思いましたねまあ9回にえっと系統で最後関野くんエースの関野くんが上がりましたけれどもこの大島くんの後投というのが一番光ったかなというふうに思いますで一方仙台育英なんですが伊豆くん吉川くん吉田くん山本一新くんっていうねまあここ 県大会からら点数取られてないわけですね東北大会も、えー、4回3分の2までは、えー、ゼロ更新だったということで驚異、えー、的な防御率とそして投手陣を、えー、持っての東北大会だったんですがこの椅子吉川どちらで行くかっていうのは多分須江監督もこの試合迷ったと思うんですけども <laughs>、えーまあ、結果的に、えー、吉川君が乱調で点数を取られたんですけども。 まあちょっとこの大会難しかったかなと、えー、前の試合も見てましたけども、まあ、吉川君はイスクよりもえ球のスピードはあるものの少しちょっと荒れていたとでイス君の方がえ南東派でしっかりと抑えられて投げていたけどまだ1年生ということで、まあ、経験値から考えると吉川君の方がやっぱり経験値は多いと当たり前のことなんですがでこの試合聖光学院もどっちでいくか。 っていう風なとこは正解とかないなと思うんですけども、この気用法そしてまあ当主のその何ですかねそのうーん使い方というかまあ用法ですよね。うん、もう多分迷って、えー、そしてその当式王の妙みたいなところも出たなというふうに思いましたね。うん。あとはその何ですかねその聖古学院と仙台育英の えー、雰囲気、えー、そういったのを見るとですねやっぱりこう成功学院というチームはやっぱり斉藤監督はやっぱりこう今の時代、の根性論とか気合いだ気持ちだというところはあまりこう表に、えー、出ないというかね淡々とやっている選手が多いと思うんですけどこの成功学院というチームはやっぱりこうそういったこう気持ちだ最後は気持ちだよ。 って言ったところを前面に出してくるえ、そういったチームを作ってくるなというふうに思って見てました。で、一方仙台育英なんですけども。まあその前前任の監督さんだった。あのジ監督さんの時代のこうなんか、こうギラギラしたというか、このオラオラ系というかね。このまあバチバチでやっている選手たちも気持ちをこう。前面に出してやっているというよりな時代よりかはこう。今の仙台育英ってなんかこう。 なんかこう綺麗にというかたんた々とやってるというかこう気持ちをあまり前に出さないというかこう静かな選手が多いなという,ふうに思っていてやはりこの試合も見ていると聖光学院の方がタイムよりゼロだしヒット4本しか打ってなかったけど気持ちは仙台育英よりも2倍3倍前に出てたしなんかこう仙台育英の野球を見ているとこう綺麗にうまくかっこよくみたいなところは攻守において見えるかなというふうに見ていて確かにこう スタメンつなられている選手そしてベンチに入っている選手の、えー、経歴とか、えー、歩みというのを見ているともうスーパーな選手で、まあ、ロマンしかない選手がいて、えー、かなり巨大戦力だなとうう見ているんですけども、やっぱり、ね、そういった選手でも、あのー、普通にこう綺麗にプレーしているんじゃなくて気持ちを前面に出すようなプレーをしたらもっとポテンシャルが、あのー、引き出されてすごいプレーすると思うんですよね。 なのでそこをこう静かにやってるなーっていう風な雰囲気が見えちゃってちょっとなんかもったいないなとまあ結果的にこう最後は気持ちだっていうえそういったそのなんかマインドっていうのはもう古いかもしれないんですけどもやっぱりそ,のそういうとこだよなっていうのがまあ僕もね古い人間なんでこの発言表現があったのかどうかわかんないんですけどなんかもうちょっと気持ちを全面的に前に出してプレーしていって闘志満々でやればこの試合もちょっときっと。 結果が違っってててきたのかなといいうふうふに思っていて逆に聖光学院というのが、まあ、そういったものが伝統になっていて、えー、そういったものが、えー、この試合現れて、まあ、勝利に近づいてそして結果的に勝ちきれたのかなといったところがうん一つキーだなというふうに思いましたね。で仙台育英はこれで3期連続甲子園を逃すというね、えー、まあいろいろと SNS で書かれておりますけれども。 3期連続逃しただけでもう叩かれるのか、そして仙台育英、低迷とかね、なんかこう、やっぱりこうね、えー、ネット民たちはやっぱり叩く風潮あるんですけれども、それだけやっぱ仙台育英って、強い仙台育英、そして甲子園でも日本一になって仙台育英なんで、やっぱりこう、低迷って捉えられちゃうんですよね、多分ね。ただ、あのこれ、一つだけ言わ,せた言わせてもらうと、 仙台育英が甲子園日本一になって全国優勝して優勝旗を遠くに持って帰ってきてそれからやっぱりまた東北地区のえ野球のレベルというものがぐぐっと上がったと思うんですよねそれは高校だけじゃなくてまあ小学校中学校とえ下のカテゴリーもやっぱりえ東北地方の野球というものがまたあの活発にもなったと思うしあのレベルも上がったと思うんですでこの高校野球の東北大会においてもやはりこの1回戦で一ノ関学院えそして 聖愛さん秋田商業、えー、そういった、えー、力のある高校が1回戦で負けてしまうと言ったところも含めて見るとやはり東北地区の高校野球というものは非常にレベルが上がっていて、えー、仙台育英は今回負けたんですけれども、まあ、どこが勝ってもおかしくないという軍有割拠の時代、えー、そしてその上案をしたのは、まあ、仙台育英というものは事実だなというふうに思っていてだからねあの好調的には仙台育英負けたえー、ネット民たちは騒いでますけれどもわ ちょっと東北地区ますます面白くなってきたぞというふうに、えー、思っておりますなのでね、えー、確実にレベル上がっているそして簡単に勝てない東北地区になっているとそして、えー、それだから3枠1枠増増えて3枠東北地区から選ぼうというふうな高野連の、えー、思いもあるのでますます東北地区東高校の何、えー、ですかね各校の えー、高校のレベルというものが非常に上がっていて面白いトーク地区になっているなというふうに思いました、まあ、しかしながら仙台育英が早々、えー、と消えて先発、まあ、絶望的みたいなこと言われてますけども選抜出れません、はいはい、ということでね、えー、残るチームがやっぱり聖光学院、えー、そして山形県勢、えー、そして青森山田ということなので3枠どこが入るのかというのはね、えーまあ、予想できません。うん、あの今大会 準々決勝が2日に分かれて、えー、行われるのでこの試合の、えー、次の日にね、えー、もう一山の、えー、準々決勝が行われるのでまあねどこが上がってくるのかというのは思いますけれども聖光学院対仙台育英の、えー、大きな山場対決ですね、聖書の聖光学院ということで1二年ぶりの勝利、聖光さんおめでとうございます、そして仙台育英さん、長い冬、またね、鍛え直して。えー 暖かくなったらまた強い仙台育英さんが帰ってくることを信じております。さあ、東北山岳に入るのはどこか、河境に入っております。本日もご視聴ありがとうございました。そして皆さんのコメントよろしくお願いいたします。それでは、じゃ。